Yeah. From the bar train to a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. はい、かけるしいいです。今日はですね、ソースコードですね。Python のソースコードについて共有していきたいと思います。今回作ったのが、このデートタイムですね。を利用したものです。で、まずインポートデートタイムして、その後に、pd2.drop.df。day1 のところですね。day1 のところ、これ pandas の変数。day1 のところを取り出して、それで、データ df に入れると。で、ここはまあ意味ないですね。df ってやって、その値をまず見ると。で、今回、いいなと思ったら、これですね。最後の要素を取り出す方法ですね。これに関しては、len df の、その、この、len df。では、最後から、最後の要素を取り出すときに、df のところのこの len df-1 ってやると、この最後の要素、が取り出せる。だから最初こういった大量のデータだったのデイのところをデートタイムに変えて取り出します。そしてその一番最後の要素をここで取り出すこと。このソースコードで取り出すことができます。で、その AA という変数にその取り出したものを入れてプリントさせて、でその次に最後から2番目の要素を取り出すと。ここですね。色変えますか。ここの値を取り出すと。こういった形になりますね。2個目の値。それを A2 にします。で、プリントさせて、これは文字列で出してからその後出すんですね。で、その後ですね、デートタイムのいいところだと、間隔を調べることができます。これ、つまりですね、AA っていうさっきやった、AA っていう、最後のやつと A2 という最後から2番目の値をこういうふうにですね、引き算させて、td という変数に入れます。で、この td という、タイムデルタになるわけですね。この2つを引き算させると、勝手に、ね、タイムデルタっていうものに変わるみたいです。これを、まず int、つまり整数型に変換しなければいけません。タイムデータなんで。なんで、それをするためにドットデイズを使えばですね、このタイムデルタが整数になる。だ例えば、ここの、こことここの間が25日ぐらいだった。で、ここで td がイコール25 days、なららららって出てたら、この25っていう数字だけを取り出したいときに、このソースコードを使えば、このようにですね、日付だけを取り出すことができると。で、日付、時間を足すこともできるんですね。なんで、この aa っていうのが、一番最後の値。一番最後の値に、データタイム、タイムデルタの days、td days ってやるとですね、ここの今回25日分の差があったら、この一番最後の日に25日を足した値をここに td2 として入れることができるんですね。で、またこの、値をですね、これデートタイムになってもらうんで、またなんか取り出したいときは別の方法を使えばいいっていった形ですね。で、今回このデートタイムに関して、私が調べた方法ですね。調べたサイトとかを一緒に載っけていきたいと思います。今日は以上。